最終日、北海道、まこまない CC から沼 C で行われた試合で、小岩井桜が主位でスタートし、サンバーディー、2ボギーの71で回り、通算12アンダーで、今季初優勝を飾った。これで、彼女のツアー9勝目となる。菊池エリカと穴井歌を振り切って、ニートは、 三打差をつけた。試合後のインタビューでは、彼女の個性あふれるトークも話題になった。以下にその一問一答の内容を紹介する。今週は全米女子オープンに出場できなかった理由について、前半戦は全米出場を目指していたけど、3位ぐらいまでの成績では足りず、そこからは、 すぐに気持ちを切り替えて北海道の試合に集中しました。デブルビーチには行ってみたかったけれど、またいつかチャレンジしたいです。優勝を決めた直後、菊池や宮沢との会話はどんな内容だったか。4日間ありがとうございました、みたいな感じでした。マイナス4日間で印象に残っている会話はあるか。 ミサキちゃんは面白いキャラクターで、成コーマートやメイクの話をしました。スピッツのチェッを一緒に弾くために練習しています。和今夜の祝宴はお1月から一人暮らしを始めていて、今日は都内の自宅に帰るので、家で自炊する予定です。焼き魚が食べたいです。 二次水の際は栄養バランスを意識しますか、気概と意識しています。ビタミン C を取るように心がけています。果物や乳製品などをバランスよく、朝昼晩と食べています。偏ったりするのは良くないので、トマトを1日2個以上食べるようにしています。あ、得意料理は、この前は、 ラザニアに挑戦したら失敗しました。しかし、ムニエルやハンバーグは美味しく作ることができました。200ヤードまでならアイアンで打ってくるのは小祝いか祝いしまいくらい。パッティングも含め、テンポの良さは群を抜いている。すべてが、これぞプロという領域にある。見ていて、感服する選手だ。 今季初勝利初めでとういつも小祝いが勝つと、個人的に家で祝杯あげる習慣がついてます。昨日もいい酒飲めました。今シーズンは、毎試合どこかでポカみたいなボギーとかがあって、何か集中力が落ちてるような感じがしてましたが、この試合でまた集中することに気づきがあったようですね。 これで後半戦トップ争いをしている小岩井さんを多く見れる気がします。ケッパレ、小岩井プロは、本当に天然でいいですね。上位にいると自然と応援してしまうプロの一人です。年下の強い選手が増えてきましたが、負けずにまた勝って、楽しいコメントを聞きたいですね。おめでとう。パターも良くなってきているみたいだし。 キレキレのアイアンショットがあれば無敵だね。次週からは全米組が帰ってくるけど、今の調子だったら連続優勝も。頑張れ。桜、小祝選手おめでとうございます。最近、ちょっと調子悪かったから心配してたけど、この勝ちで後半戦に弾みがつくと思います。 地元で少し身体休めて後半戦頑張ってください。優勝おめでとうございます。今季の上位陣が全米で抜けてましたが、その中できっちり勝つあたりはさすがです。セコマネタもさすがですおにぎりは美味しいですよね。優勝おめでとうございます。今年は調子が上がらないので、ちょっと心配でした。 一人暮らしの自炊か、栄養バランスに気をつけて楽しんでください。防犯面が心配なので、あまり暮らしぶりは言わない方がいいですよ。女子プロ上位選手は、年間1億円以上稼ぐので、ホテル住まいしてるのかと思ったら一人暮らしで自炊しているとは、結構つつましく暮らしているのですね。感心しました。 何時稼げなくなるかわからないからかな。えった今日中に帰るんですか来週は試合がないので実家で。ゆっくりすればと考えるのは、甘いんですね。岩井明愛選手とのウクレレつなぎが、いわ、女子プロ内での仲の良さが、伺えて微笑ましい限りです。やっと、 勝つべき選手が勝ったという感じかな。それにしても、恋は異選手のテンポの良いプレースタイルは、いつ見ても気持ちが良いし、我々素人の良いお手本だ。トークが庶民感覚で親しみが持てますね。応援していますので頑張ってください。いつもニコニコ、法案としていて、 カリカリしたところが全くない。それで勝つのだから。ファンも多いだろう。軽な存在だ。4日間ラウンドして、30ケルビン M 弱は歩いているのだろう。その日に東京に戻って自炊するの。何時の食事になるんだろう。実家じゃないの。小祝さくらプロ。 優勝おめでとうございます。アグレッシブなゴルフとのギャップが可愛い,いです。小岩、イプロを見ていると、無性に、小岩井のバターをトーストに塗って、小岩井の牛乳で食べたくなる。一水氏の小岩、桜プロの優勝は、本当に良かった。ぽっちゃりボディ最高。三押しは菅沼ぬななプロ。立川市出身だからね。 以前はお母さんと戦況で二人暮らしだったと思うが、お母さんは北海道に戻ったのだろうか。今夜、都内へ戻り明日朝から早速走るんだろうなすごい頑張れ。試合終わって当日に東京に戻るのか。プロゴルファーは忙しいですね。今日、都内に帰るってすごいな W。本当にお疲れ様。 優勝おめでとうございます。ローカルなセコマの下りだけ見ると優勝インタビューだと気づかない。かっこ笑い。話の目線が良いですね。癒される。とにかく、憎めない奴だよ。鬼のいない間にですがおめでとう。何の話やねん言って突っ込みたくなれな。かっこ笑い。 佐藤水産の近畿の開きで祝縁かな。女子ゴルフ今季国内ツアー第19戦ミネベア三味レディス北海道新聞カップ最終日が9日。札幌市のマコマナイカントリークラブから沼コースで行われ、小岩井桜が単独首位を守り通し、通算12アンダーで優勝した。これで、 小祝桜の通算優勝回数は9回になった。地元北海道での優勝は26試合目で、アマチュア時代を含めた悲願を達成した。菊池エリカと宮沢美咲も、北海道勢として4日間同一組で戦ったが、小祝桜が最後まで主役の座を守り抜いた。 最後の18番では、ニートの3打差でティーショットを打ち、10メートルのバーディーパットを2メートルもオーバーしてしまったが、冷静にミニングパッドを決めた。菊池と宮沢は戦いを得た後、控えめにハグし、喜びを満喫した。菊池は言った、ファーストパッドがオーバーしてしまったので、 入るか不安でしたが、パーをしっかりと決めることができてホッとしました。ガッツポーズやかっこいいポーズは全然できなかったのだ。恥ずかしい気持ちです。彼らは地元北海道の空気を吸って元気にプレーを披露した。初日は3アンダーで3位に入り、2日目に通算7アンダーで2位に浮上し、 三日に六十八を出して単独首位に立った。最終日は二位と三打差でスタートし、三番と六番のパー5でバーディーを奪っていく流れを作った。しかし、九番のアプローチと十四番の短いパーパットを逃し、ボギーを叩いてしまった。しかし、十七番のパー3では第一打を、 右手前5メートルにつけ、このバーディーパットを確実に沈めて優勝を手にした。この4日間は、とても長い時間に感じました。地元での優勝は初めてです。北海道北広島市出身の小祝い、苫小牧市の菊池、千歳市の宮沢は、予選ラウンド2日間を同じ組で回った後、 成績順によって決勝ラウンド2日間も同じ組になった。同じ組で4日間プレイすることは非常に稀なことであり。さらに3人とも北海道出身者であることや。